ねえ、どこかでお茶でもしない？今日はずっと砂漠で狩りをしていたから疲れちゃった。賛成。いつものお店にでも行きましょうか。冷たいものが飲めればどこでもオアシスだよ。確かにオアシスにでも飛び込みたい気分だ。僕も喉がカラカラだよ。ずいぶん混んでいるな。珍しい。中央のモニター見て。あれ MMO ストリームじゃない？ほら、人気の VR ゲームの紹介や攻略情報を特集しているネット番組だよ。気持ちがいいくらい調子に乗っているね。 AGI 型最強論を唱えていたのはゼクシードじゃないか。流行に踊らされる方がおバカさんだわ。いつきもその口じゃないの？やだな。僕は自分の判断を他人に委ねたりなんかしないよ。まあ流行は大事な情報だとは思うからうまく利用するつもりでいるけどね。なんだかんだで堅くなな誰かさんとは違って。誰かさんって誰のことかしら？そりゃ目の前の、なんだあいつは。ゼクシード、偽りの勝利者よ。今こそ真なる力による裁きを受けるがいい。なんだあいつ。痛いね。ゼクシードにムカつく気持ちはわかるけどよ。これが本当の力、本当の強さだ。愚か者どもよ、この名を恐怖と共に刻め。俺とこの銃の名はデスガンだ。え、なんで？何が起きたの？ゼクシードは緊急ログアウトしたみたいだけど、あの苦しそうな表情おかしいわ。それにさっきの変な拳銃使い、デスガンだっけ？あいつは一体って、あれ、どこに行ったんだろう。それにイツキさんもいない。部活でしたわ。みんながゼクシードに気を取られているうちに姿を消したみたいね。まさか。システム的にありえない。ここは GGO、 あのソードアートオンラインではないのよ。そうだよね。何かの演出かトラブルだよね。そもそも MMO ストリームは GGO 内の番組じゃないの。独立した VR 空間で撮っている番組を中継しているんだもの。弾丸がモニターを越えて別の VR 空間に行く？そんなことは絶対にありえない。でもタイミングが良すぎるな。それとセリスカ君、猫の皮が剥がれかかっているよ。猫なんてどこにいるのかしら。そういえばいつき、あなたこそどこに行ってたの？デスガンとやらを追跡しようと思ったんだけどね、外に出たら影も形もない。アバター名もプライバシー機能で隠していたし、計画的な行動のようだな。タチの悪いいたずらね。運営に報告しちゃおうかしら。いたずらね。少なくとも彼の呪詛は本気のように聞こえたけどな。なんてね。まあトッププレイヤーへのひがみだろう。怖い怖い。